最高峰の雪山大波尖山雪山山脈は台湾を南北に走る山脈で五大山脈の一つ。中央山脈の北西に位置し、東側は南洋系断層国と大光系上流縦谷で中央山脈と隔てられている。雪山山脈は台湾で最も北に位置する山脈で北東から南西に向かって伸びている。北端は 二北種三次領区の山天角であり、南端は南投げ県名館里の濁水系北岸にある濁水山となっている。全長はおよそ2 6 0キロメートル、幅はおよそ2 8キロメートル。旧正寺高山脈。大関係、大安系、大高系の侵食を受け、雪山山脈は3地域に分けることができる。北部の頭山階段山地。 中部の雪山地類、南部の堀川落地地帯である。山脈の名称にもなっている雪山は、雪山地類のちょうど中心に位置し、そこから放射状に伸びて、台湾北部まで途切れることなく続いている。雪山山脈の地質は、四神魚から中心魚にかけての年番岩及び、変質砂岩を主とする構成となっている。年代区分上比較的古い地層は、 石葛色の砂岩、血岩、年番岩で構成されている。雪山山脈には台湾百武の内雪山、大剣山、品田山、大雪山、予備山などがある。このうち雪山は雪山山脈の最高峰であり、台湾全土で見ても玉山山脈の玉山に次いで2番目の標高を誇っている。統計によれば台湾百武の内19座が 雪山山脈にあり、3000メートル以上の山も54座ある。雪山山脈を北から見ていくと、霊衆山無償道場があることで知られる、蘭山、隆隆山、福高山、湾港、東山、三方向山などがあり、固定例で北よ、高速航路に達する。続いて、大鳥古山、三角論、路地山、大小経山、阿玉山、暮芝山、 中霊山、拳頭母山、青蘭山などがあり、西村で北部横岸航路に至る。ここまでの山々のうち、ウグイスゴミネの近傍にあるウグイス湖頂山が、初めて標高1000メートルを超える山であり、バボークル山で初めて2000メートルに達する。バボークル山の南には、東見のる山、東ホズ観山、マユユ岩山、バノ山、ヘ吉岩山などがあり、 原平山で3000メートルを突破する。これより、南は、雪葉国家公園の区域となり、桃山、千有山、篠田山、布の集団山、祖密、立山、雪山北方、雪山、大賢山、予備山と高山が連なっていく。雪山山脈はそこで大光景に分断され、一般的には、 県山の向かいの白宗留大戦から先が雪山山脈の続きとされ、堀盆地を見下ろす朱城大戦で山脈は終わりを迎える。雪山山脈には多くの古道が確認されている。主なものとして、最北辺の高司令古道、亀加賀公古道、総霊古道、石公古道、北よろし古道、宝葉古道、桶と、小司令堂、羽文小司令堂、中霊古道、 スマングス古道などがある。この内ブン古道や中霊古道などは、タイヤル族の集落間の連絡用として使われている。このほか雪山山無役の古道として、福友恵子司令堂、角板山古道六条連、子司令堂、酒屋鎮古道北光景古道などがある。ありがとうございます。